シュバーバッハの中心にあるマルクト広場。正面の建物が視聴者、その奥が市教会である。シュバーバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン行政管区に位置する同州最小の軍独立市である。ニュルンベルク、フュルト、エアランゲンとともにバイエルン州に3つある大都市圏の1つを形成している。周辺地域とともに、 ニュルンベルク大都市圏を形成しているが、これはドイツに11ある欧州大都市圏の一つである。シュバーバッハはミッテル・フランケンボン地に位置している。地形は南、西、北を森に囲まれており、その大部分が保安林に指定されている。東に向かってレドニッツタールの草地が開けている。レドニッツタールは2004年から欧州ナトゥーラ2000回以下へ保護区となっている。 旧市街自体は、シュバーバッハ川両岸の平らな谷に位置している。シュバーバッハ川は、市内の住宅地域の外でレドニッツ川に合流しており、市の他の地区に囲まれている。市の北部は、ニュルンベルク南部の市区と融合している。西、南、東は、ロート群に完全に囲まれている。合併した市区地区本市には、公的な名前がついた地区が15ある管区。 シュバーバッハには7つの管区がある。その一部はシュバーバッハ地区と都市構造上結合している。それらはかつて独立していたり他の町に属す集落であったりした。括弧内にシュバーバッハ市にが合併した都市とそれ以前に属していた町村名を記した。その他の地区編入現在の地区の他に以下の地域が地域に編入されたこの町は 1117年に B 社スワバックとして初めて文献に記録されている。この集落名は同盟の川に由来する。これは基礎後の AHA、アヘト規定後のスワブからなる。流域にはもともとアレマン人が住んでいた。シュバーバッハは1303年に初めてマルクトと記述されており、1375年に都市権を得た。シュバッハ初代、 シュバーバッハと呼ばれる有名な書体は1470年に新しい書体として開発された。この書体はブラックレターの一種であり、ルター聖書書版の書体として特に有名である。シュバーバッハに残る死壁の移行1505年、シュバーバッハのバルバラ・シュバープが初めて魔女として拘束され、拷問され、処刑された。ブランデンブルク・アンスバッハ公領の魔女狩りの時代。 シュバーバッハではこの他に5人の女性が魔女と考えられ、処刑された。ゴシック後期の彫刻家、アダム・クラフトは1590年1月21日にシュバーバッハに住み着いた。彼はシュバーバッハのギムナジウムにその名を残している。1528年のブランデンブルク・ニュルンベルク教会法の導入により、シュバーバッハに宗教改革がもたらされた。 マルティン・ルターが出席して、ブランデンブルク・アンスバッハ編脅迫、ゲオルクの使者とニュルンベルク市議会と間で1529年10月6日から19日に行われた会議の際、マルクと広場沿いにある旅館、ゴルデナー・アシュテルンで、フィリップ・メラン・ヒトンによるシュバーバッハ条項が執筆された。この17箇条は、トルガウ条項とともに、 アウクスブルク信仰告白の基礎をなすものである。宗教改革におけるその重要性から、シュバーバッハは2015年に欧州福音主義教会共同体から欧州宗教改革都市の称号を与えられた。30年戦争で、シュバーバッハは1632年7月1日にバレンシュタイン軍によって占領された。5日間の略奪行為の後、暴徒と化した兵士は、 町の大部分を破壊した。水車小屋の娘、アナ・ボルフがこの事件を書き記している。その後、年代記の記述によれば、シュバーバッハは広く荒廃し、人々が離れ、路面に草が生える状態となった。30年戦争後、まず、オーストリアとオーバープファルツの宗教難民が、1686年からは、フランスのユグノー教徒がこの町に住み着いた。後者は、 ボックスローへにフランス人教会と呼ばれる独自の教会を建設した。1709年にシュトットガルトからボイテルスバッハ、ヘッパハ、ショルンドルフ、グミュント、エルバンゲン、シュバーバッハを経由してニュルンベルクへ至るビュルテンベルクのラントポストノールオードヌンクの郵便馬車コースが完成した。マルクとヒロバス沿いのハウスツーアゴルデン,ンガンスは 旧郵便宿駅として重要である。1797年11月5日に、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテがこの町で最も古い旅館、ズーム・バイセン・ラムに宿泊した。ゴルデネン・ガンスが高かったためであった。旅館、ゴルデン・ガンスには、1547年に、ザクセン・選定校ヨハン・フリードリヒが短期間捉えられていた。これ以後この丸くと広場沿いの建物は、 公爵の宿と称し、ヘッセンハクフィリップも意に反して、ここに収容された。その後ここには、アンスバッハ編共迫、スウェーデン王グスタフ2世、アドルフ皇帝軍のバレンシュタイン元帥などが宿泊した。中庭には、当時の典型的な旅館建築駅として、ボールトの旧車があったが、その後1849年に鉄道が完成するまで、この公爵の宿は、 定律の宿液としても利用された。1500年からフランケン帝国クライスに属していたシュバーバッハは、1792年から短い期間ながらプロイセン王国領となったが、ナポレオンの下でのヨーロッパ再編に伴い、アンスバッハ編強迫領とともに、1806年にバイエルン王国領となった。1805年12月15日の、 シェーンブルン条約でプロイセンは旧アンスバッハ・ワイロイト公領をハノーファー選定公領と交換にフランスに割上しなければならなくなり1806年1月1日に新たにバイエルン王国領となったのである。シュバーバッハには1912年まで党の番人がいた。1934年1935年にシュバーバッハは アウフデアライト兵舎を有する軍の中屯地となった。シュバーバフ派の NSTP 都市グループ結成には、シュバーバフ派の教員養成所で教育を受けて、短期間教師及び突撃隊員として、シュバーバフ派に滞在したフリッツ・シェラーが関与した。彼は、その後のイシュタット・アンデアイシュで、ユリウス・シュトライヒャーに引き立てられて、キャリアを重ね、ガウの宣伝指導者代理となった。 第二次世界大戦で、シュバーバッハは、早くも1941年10月13日0時45分から2時まで、最初の爆撃を受けた。この攻撃で11人が死亡した。最後の爆撃は、ニュルンベルクの戦いが激烈を極めた1945年4月18日に、行われた。1945年4月19日の降伏により、シュバーバッハの破壊は止んだ。 ジャデンクバッチ、オプファーデア、バーフォールガングデア、ジュデンウンターデア、ナッツヨソトシアーリストン、ジンオルザーシュアフト19331945には10人のシュバーベン住民の犠牲者の名前が記されている。戦後、弊社はアメリカ軍に利用され、オブライエン弊社と改名された。1969年シュバーバッハの辺境白ホールで、 ドイツ国家民主党のドイツ全国党大会が開催された。1992年にアメリカ軍が撤退し、広大な敷地がドイツ連邦共和国に返還された。現在ここはグリュンダーツェントルムを有する住宅地、産業地の根拠地となっている。1972年7月1日の軍域再編までシュバーバッハは同盟のシュバーバッハ軍の軍長所在地であったが、 この時から、軍独立市に完全に移行した。旧市街の近代化は、1979年に、ヨーロッパイコールノストライコールメダルを授与された。軍域再編によって、本市は、軍庁所在地としての地位を失い、ニュルンベルクに、直接接することとなった。この町は、ニュルンベルクフィルトエアランゲンシュバーバッフ派の互いに、境を接する4つの軍独立市が形成する。 都市軸に組み込まれている。1972年1月1日に廃止された町村、ビューヒエンバッハとオッタースドルフの一部がこの町に編入された。1972年7月1日には、それまで独立していた町村、ペンツェンドルフと廃止されたボルカースドルフの一部で1959年10月13日までディータースドルフと呼ばれていた地域がこれに加わった。 軍域再編以降、シュバーバッハのナンバープレート SC はドイツで9つの基調ナンバープレートの一つとなっている。2012年にシュバーバッハでフランケンの女性たちをモットーに第7回フランケンの日が開催された。シュバーバッハは2015年からフェアトレード都市を称している。多くの個人、大小のオフィス、学校、教会が参加して、 フェアトレード製品を購入することで南北問題に関する生活環境を改善しようとしている。フェアトレード大使マンフレート・ホルツから賞状が授与された。シュバーバッハは2017年に900年祭を祝い、数多くの祝典、文化イベント、特別な展覧会が開催された。1800年から2017年までの人口推移、シュバーバッハ市長者。 左端に黄金の屋根の小塔が見える。背後に一部が見える大きな塔は市協会のものである。1945年から2008年まで社会民主党が上級市長及び議会の多数派を占めていた。2008年の市議会議員選挙で CS がスピードの議席数を上回った。2020年3月15日の選挙結果を以下に示す。 この選挙の投票率は52.6%であった。シュバーバフ派の都市行政は1945年から比較的大きな継続性を有していることを特徴としている。第二次世界大戦から2008年までに上級市長に就任したのはわずか2名だけであった。ハルトビヒライマンはその就任時にはバイエル州の軍独立市の中で最も若い上級市長で、 退任時には最も人気の長い上級市長であった。その後任のマティアス・テュラウフも就任時にはバイエルンの軍独立市で最も若い上級市長であった。都市行政は市内の多くに多くの庁舎を有している。行政機構は以下の部局に分けられる。ズンガラ、赤字、銀色のアーチ橋の上に青い屋根とノコギリ壁を持つ塔その右横に 金字に赤い爪とくちばしを持つ黒い和紙が描かれた小立。その左横に青字に金の粉が方形図形を散らした中に赤い爪を持つ金の獅子が描かれた小立。解説、シュバーバッハの最初の紋章は左右に分割され、向かって左は赤字で斜め十字に組み合わされた二本の金のビール用尾尺。向かって右は ホーエンツオレルンの黒から白の一末模様。この紋章は、この町のビール醸造業の重要性と町の領主であるホーエンツオレルン家のニュルンベルク城白を表している。この紋章は、ニュルンベルク城白フリードリヒ五世によって認可され、1371年8月9日の文書の印象に初めて見られる。二つ目の紋章は、四分割で、白白の獅子。 ホーエンツォレルン家の配色、ビール用美尺が描かれたもので、1480年にブランデンブルク選定公アルブレヒト・アヒレスによって認可された。1808年にシュバーバッフ派がバイエルン領となった際、紋章はわずかに変更されただけであった。ホーエンツォレルンの黒と白の配色から、バイエルンの白から、青の配色に、白白の獅子から、プファルツの獅子に変更がなされた。 1953年に最終的に原稿の文章が承認された。1329年の辺境博の印象に用いられていた要素が採用された。それは赤字に円形アーチの上にノコギリ壁を頂上にいただいた塔に帝国ワシとナッサウの詩詩を描いた二つの小立てを配したものであった。シュバーバッハ市立博物館かつての弊社に入居している博物館は 地元の手工業や産業及びツムフトに関するコレクションを所蔵している。自然保護、野鳥保護国際連盟の創始者、カール・ベングラインによって収集された卵、博物館部門を有している。特別なコレクションとして、かつてドイツの植民地であった東アフリカの民族的アンティークがある。2005年11月20日から私立博物館は、 フライシュマン社の世界最大の玩具コレクションを展示面積800平方メートルを使って展示している。この他に1945年から1992年までの本市におけるアメリカ軍の歴史を展示するセクションもある。この博物館は北バイエルン工業街道の一部である。シュバーバッハのフランケン・ユラヤ博物館は2015年6月初めに開館した。 この博物館は、シナゴーゲンガスセの、かつてのユダヤ人住居跡にある。この建物内で、高期バロック時代の印象深い壁絵が描かれた、カリアンが発見された。シナゴーグ、ラビカン、学校、ユダヤ人農場の一部や家庭といった数多くの、歴史的建造物が保存されている。例えば、カール・マルクスの祖先の家などである。視聴者の黄金の屋根視聴者と、 聖ヨハネ及び聖マルティン氏教会聖ヨハネ及び聖マルティン氏教会のシュバーバッフの祭壇教会モスクゴルトシュレーガー造船。シュバーバッフには12カ所の警官保護地区、1カ所の FFH 地域が指定されているシュバーバッフでは2014年に、ナチ政府のホロコーストの犠牲者を追悼する発揮のつまずきの石が埋設された。中には、企業家のバルター・ツーフマントラビのザ・ロモンマネスが、 含まれる。二人は亡命を余儀なくされた。シュバーバッハはニュルンベルクに隣接し、数多くの通勤客が隣接都市及び一部はエアランゲンに通勤しており、経済的に眼見なことが特徴である。2016年のシュバーバッハ市内における総生産は13億8000万ユーロであった。これは人口1人当たり34,015ユーロに当たる。 本市には2017年6月30日現在、社会保険支払い義務のある労働者は16,342人、住んでおり16,045人がこの町で働いている。2019年11月現在の失業率は3.0%である。未来アトラス2019は、シュバーバッハをドイツ全土で401の軍、市町村連合、 軍独立史の中で108位に位置づけ、軽度のチャンスを有するがいと、格付けている。シュバーバッハは、金箔と世界中に輸出されている。その加工品で有名である。世界の多くの見どころでシュバーバッハの金箔が用いられている。この他にも、世界中の名所でシュバーバッハの金箔を見ることができる。 14000枚のシュバーバッハの金箔で飾られた視聴者の黄金のホールはクルト・ゼベリーンとマックス・フリーゼによって作られた。シュバーバッハは2004年にシュバーバッハの金箔500周年を祝った。金箔の職人はほとんどいなくなったが現在4社が営業している。これによりこの町は金箔製作の中心地という故障を世界中に主張している。金箔は 現在も、シュバーバッフ派の黄金水の原料である。これは、グダニスクの黄金水に習って作られた細かい金箔を含んだスパイスの効いたリキュールである。ハイドルフインストゥルメント過去数世紀、ビール醸造や金箔製造といった手工業と、釘や針金製造といった初期の工業系企業が、経済の歴史を担ってきた。現在では、主に中規模の製造業、 思工業、サービス業の広範なスペクトラムがこの街を特徴づけている。こうした企業の多くが一部は連邦レベルのリーダー企業となるようなニッチな市場で活動している。例えば、針金やケーブル製造機械のニーホフ機械製造や、ある時に科学、薬学産業の実験器具を製造するハイドルフ、インストルメンツ社などである。 リーベグループは100年以上前からシュバーバッハに存在している。この会社は接合材料、スプリング、施設工学、電子装置を国際的な市場に向けて開発、製造している。シュバーバッハには2011年にオランダのグランドビジョン BV グループ参加となったアポロ工学の本社がある。食府作業ミスター・レディは集約的配送センターを含めその本社を 2015年に西部産業地区に移転した。シュバーバッハには2012年から北バイエルン健康と食品安全性のアカデミーがある。これはエアランゲンに本部を置くバイエルン州健康及び食品安全局の下部組織である。アイムはビルツブルクシュバインフルト応用科学大学の下部機関として2015年3月にオープンした。研究分野は 救命サービスの効果的な投入と大災害に対する防御である。アダムクラフトイコールギムナジウムの旧校舎、アダムクラフトイコールギムナジウムの他に、音楽のボルフラムフォーニッシェンバッハイコールギムナジウムが、シュババッハにある。この町は、私立経済学校と職業高等学校を有している。州は、ヘルマンシュタム実家学校と職業学校を本市の市内で運営している。 この他に、本家庭学校2校、基礎家庭学校4校がある。特別教育用語学校、SFZ とシュバーバッハロート生活援助のハンス・ペータールフ・シューレが、用語学校分野をカバーしている。シュバーバッハには、アドルフ・フォン・ヘンゼル等音楽学校やシュバーバッハ市民大学がある。市内には、様々な団体が運営する幼稚園が17園ある。 根本的に近代化され、多くの部分が新しく建設された、シュバーベン市立病院は200床を有し、内科、救急、一般外科、麻酔科、自備咽喉科を有している。婦人科と助産部門は2015年から廃止された。この病院は、看護職業専門学校及び、理学療法、マッサージ職業専門学校と提携している。シュバーバッハには2つのプールがある。 夏季の歴史的なビアガーデンや原始からの木々がある家族向けのパークバートと当期のスポーツ志向の屋内プールである。シュバーバッフ派税務署シュバーバッフ派には様々な官庁が存在している。例えば、区裁判所、税務署、バイエルン州の北部分署、州の測量、地理情報局、シュバーバッフ派測量局などである。この他に様々な警察機関も存在する。 例えば、シュバーバッハ犯罪警察監査局、警察監査局及び、バイエルン州警察のミッテル・フランケン警察本部の一部で、ある、水難防止警察バイエルン中央署などである。シュバーバッハは、比較的良好な交通インフラを有している。鉄道ニュルンベルク・アウクスブルク・ミュンヘン線の駅により、本市は、地方交通及び、 ニュルンベルクエスバーン2号線が、繁忙時間帯には20分間隔でニュルンベルク及び、ロートへ運行している。市内には、シュバーバッハ駅の他に、シュバーバッハイコールリムバッハ駅も、ある。また、シュバーバッハ市内を運行する、シバス及びニュルンベルクレーテンバッハ駅の、ニュルンベルクシバスが運行している。ニュルンベルクレーテンバッハでは、ニュルンベルクユーバーンに接続する。 週末には1時間ごとにニュルンベルクからの夜行バスが運行されている。アウトバン A6 号線が地域の南部を横切っており、シュバーベン西及びシュバーベン南の2つのインターチェンジがある。さらに、連邦道 B2 号線と B466 号線にも接続している。この他の交通路として、ラインマインドナウ運河が東の市境に接しており、 シュバーバッハの南1 0トルにシュバーバッハ飛行場がある。2011年にシュバーバッハでの交通事故死がなかったことは特筆に値する。シュバーバッハでは2006年までローカル面が印刷されており、ニュルンベルクでニュルンベルガーナハリ引き店の残りの面と合わせてシュバーバッハアタークブラッドとして販売されていた。出版社の死後に NN が ST を買収して以降、 新聞全体がニュルンベルクで印刷されている。ただし編集は引き続きシュバーバッハでなされている。アクセル・シュプリンガー AG の100%子会社であるアクセル・シュプリンガー自動車出版はシュバーバッハに本社を構えている。ここでは主にアウトビルトアルラート、アウトビルトモータースポーツ、アウトビルトスポーツカーズが刊行されている。シュバーバッハにある アドルフ・フォン・ケンゼルト像これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。